局は大阪市域へのの水水水水道水と工業用水の給水を行う大阪市役所の地方公営企業。施設は以下の通り。国島上水場、大手前排水場、水質試験所は近代水道100選に選定されている。平成30年度の法定対応年数、超過管路率は48.0%で、水道事業ガイドラインに基づく、 業務指標を公表している、給水人口上位21事業体でも奈良県の42.2%、京都市の34.3%を抑えて最も高く、感度の老朽化が進んでいる。なお、2020年度末は51%と、さらに悪化している。この状況を受けて2020年2月、民間事業者に排水管更新事業全般を委ねることで、 更新ペースを上げる方針案を打ち出した。その内容は16年間で約1 8 0 0トルを更新、事業費約3750億円、コストメリット10.5%の事業費削減効果を見込んだものであった。同年10月から事業者を公募していた。しかし、翌年9月、協議を進めていた2つの民間事業者が採算が合わないことや、 思考条件のリスクを見積もるのが難しいことなどを理由に辞退した。10月1日の記者会見で大阪市長の松井一郎はこの事態を受けて水道料金に跳ね返るのでできるだけ事業費を抑えなさいと、業者が緩く設けられるようなのは絶対あかんぞと言い続けて厳しすぎたのかなと、とコメントした。 2018年度の1ヶ月20立方メートルあたりの家庭用料金は2073円で、同21事業体でも浜松市の2116円、北九州市の2160円を抑え、水道料金は最も安い。なお最も高いのは札幌市の3585円。しかし先日のように更新工事が進まず、管路の老朽化が進んでいる。 2021年10月の記者会見で松井市長は水道料金はこれから上がっていきます。水道管を入れ替えれば水道料金に転嫁されて利用者負担になる。そういうルールになっていると理解してほしいと料金値上げに言及した平成26年度。数値は1位、数値は3位以内、数値は最下位から3位以内。 数値は最下位東京都と、政令指定都市のうち県営水道から給水する、千葉市、相模原市、熊本市を除く18事業体の順位。本間屋に関するカテゴリー。ありがとうございます。